こんにちは。ナールスチャンネル動画ナビゲーターの中川優子です。このコーナーでは私中川優子が理系女の視点で美容に関するさまざまな疑問点を解明したり、今話題の美肌アイテムを使ってみた感想などをお届けしております。本日はナールスの富本さんと一緒に対談形式でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回のテーマはコラーゲンが床ずれにいいって本当？ということで、皆さん褥瘡とか床ずれって聞いたことありますか？まあ一緒のことなんですが、実はコラーゲンが2015年褥瘡予防管理ガイドライン第3版というね、そういうガイドラインがございまして、おすすめの栄養素の一つとして掲載されています。で、今回はなぜ床ずれにコラーゲンが良いかについてご紹介していきたいと思います。で、そもそも床ずれ、褥瘡って聞かれた方もいらっしゃると思います。褥瘡ってなかなかお若い方とかは馴染みがねちょっとね、ないかもしれないんですけど、はい、じゃあ富本さんに褥瘡について簡単にちょっと説明をしていただいていいですか？私もそんなに詳しいわけではないんですけど、はい、なかなか私看護師の免許あるじゃないですか。長谷さんは詳しいかもしれない。いや、そうなんですよ。学生時代やっぱり習うんですよ、褥瘡についてとかって。長谷さんやります？ああ、ノーサンキューです。嘘を教えてはいけないので、富本さんお願いします。はい、はい、私も別に褥瘡に、まあ、詳しいわけではないんですけども、はい、ちょっとまあ調べてみました。はい、で、要は寝たきり、まあ、入院してですね、はい、あるいは介護施設が寝たきりだとですね、うん、こう体重でね、はい、体重かかる場所で圧迫されると、そうです、ね、血の流れが悪くなってしまいますね。はい、そうするとそこに、まあ、皮膚が赤くなったりとか、はい、ただれたりとか、はい、傷になったりとか、はい、っていうことが起こる状態ですね。はい、で、まあ、要は栄養がね、やっぱり、はい、まあ、ご高齢の方にもちろん多いんですけども、なんでその体の栄養不足、皮膚の栄養不足っていうことが、はい、まあ、元になって、はい、その皮膚の問題が起こってくるというのが床ずれです。はい、で、まあ、ずっと寝転んでるんで長い時間圧迫加えると、うん、そこに、まあ、栄養素もいかなければ酸素もいかないということになりますよね。はい、で、もともとさらに栄養がないっていうことになったら、はい、皮膚が悪いし、で、まあ、ひどい場合になったら骨に近いところまで行っちゃって、はい、そうなんですよね。ね、すごく実際に会えた方っていうのはね、大変なことで、まあ、実際介護されてるね、はい、ご家庭にご高齢の方いらっしゃったりとかね、はい、そういうことで悩まれてるとかね、そういう場面見られてる方もいらっしゃると思うんですけども、そうですよね、そういった、はいはい、のが床ずれですね。はい、やっぱり入院するとどうしてもね、起こりやすいっていう。うん、私もその学生時代に、ね、実習とかで大変かで、体をやっぱり変えるんですよね。時間ごとにもうそういう決まっていて変えるんですが、実際その褥瘡の傷の処置とかも、うん、つかせていただいたりしたんですけど、結構ね、こんなになるんや皮膚っていう感じなんですが、うん、はい、なんかその時からやっぱり血行不良、はい、溜まっていく血行がっていうところに来たんで、はいはい、今回のそのコラーゲンっていうところにちょっと結びつかないんですけど、うん、はい、コラーゲンが褥瘡にいいっていうことってどう、はい、本当なのかなって思います。そうですね、まあ、別に治るわけではないし、はい、治療に使うではなくて、うん、まあ、ちゃんと別にね、医療なのでしっかりとケアをした上で、はい、まあ、必要であれば、はい、コラーゲン取ってもいいよ、取りなさいっていうとこまでよ、ね、なるほど、あくまで一つの目安、参考として取ることは悪いことではないし、うん、はい、その治るのが少し、まあ、助けられるのが、うん、まあ、期待できますよという意味なので、はい、まあ、おすすめの栄養素の一つということですもんね。はい、で、まあ、ちょっとその辺をね、はい、もう少し掘っていければと思います。はい、お願いします。はい、で、まあ、コラーゲンって言っても、これコラーゲンペプチドですね、はい、細かく加工したものがコラーゲンペプチドで、実際使われるのはこのコラーゲンペプチドですね。はい、まあ、加水分解したものということですね。はい、はい、で、まあ、さっきからね、中川さんからもご紹介いただいたところで、はい、まあ、これ私たちも取れるんですけども、はい、褥瘡予防管理ガイドラインってこう、はい、Google で検索するとちゃんと PDF が普通にダウンロードできます。なるほど、はい、
特になんか制約がかかってなくてですね、特にまあ CQ4 の10ってクリニカルクエスチョンですね。はい、で要はあのガイドラインっていうとこうクリニカルクエスチョンってこういう時どうしたらいいんですかっていうのをね、うんうんうん、こう書いてあるんですね。はい、まああの皮膚科の専門の先生方が自分たちの知見とか、はい、そのいろんな論文とかを調べて、はい、少なくとも患者さんにとって害にならない今考えうる、まあ、ベストではないんですけども、はい、まあ、これがまあ少なくとも患者さんにとっては良い方向であろうということを一つの、はい、まあ、まあ、その名の通りガイドラインですよね、としてあのまとめたものです、はい。でその中の一つに褥瘡患者に特定の栄養素を補給することは有効かっていう、はい、このクリニカルクエスチョンがあって、はい、そこでですね、まあ、疾患を考慮して補給してもいいですよ、はい、ということでこのコラーゲン加水分解物、いわゆるコラーゲンペプチド、コラーゲンのサプリもいいよとか、あとビタミン C とかもですね、はい、一緒に亜鉛とかも一緒に、まあ、その推奨するものの一つとして挙げられています。でただガイドラインってなかなかね皆さん一般の皆さんが目に触れるとか知ること少ないんだけど、こう推奨度もですね、こう A から5つ6つこうランクあるんですよ。ランクが、はい、はい。で、まあ、一番こういいのは A とか書いてるんですけど、はい、これまあ C の1って言ってですね、はい、どういうことかっていうと、十分な科学的根拠はないが、行うことを考慮しても良い、有効性が期待できる可能性がある、はい、レベルなので、はい、絶対に取りましょうっていうレベルではないんですけども、まあ論文はまああります。ただその論文の数がものすごくあって、はい、確実にいいよねっていうレベルであって、まあ、その論文は良かったんだけど、うん、この論文だけだと、うん、いいかもしれないよねぐらいの感じなんですね。はい、あ、すごい、B、はい。ただまあね、この疾患のガイドラインの中に、はい、まあ、出てきている栄養素という意味では、はい、ある意味認められて、認められてる、はい、まあ、ものの一つ、ね、ランクあるにしよ、はい、C1 ですよっていうことですもんね。なんで、まあ、コラーゲンサプリが、まあ、体とかにね、うん、まあ、肌にいいのかっていうことの、まあ、一つの、まあ、目安というかね、はい、少なくとも悪いもんじゃないかなという、はいはいはい、その研究内容が出てきますね。はい、まあ、これも、はい、一応示しただけなんで、まあ、こういう研究がこれ英語 の試験ですけども、こういったものがありますよというだけ で、はい、でこれはまあランダム化比較試験ということで、はい、一応ある一定水準のレベルでやられた試験ですよということですね。はい、まあ、これちょっと英語なんで難しいですね、はい、まあ、飛ばしちゃいますけど、要は8週間ぐらいで、はい、コラーゲンのサプリメントを取ったら、うん、そのここに書いてる褥瘡の治癒率が2倍であること、はい、飲んでない方と比べて、そのプッシュストゥールスコアって、まあ、一応褥瘡が治るスコアというかね、一つの評価基準みたいなもので、はい、でそれに対しては良かった、それで比べたところ良かったですよっていう、だからまあいいんじゃなかろうかなっていう論文ですね。これ日本のデータとかは、はい、日本でもですね、実はあってですね、はい、これニッタゼラチンさんのデータですね、はい、で、まあ、左側がプラセボなんで、はい、コラーゲン飲んでなくて何か他のものですね、はい、糖か何かを入れたもので、右側が、コラーゲンペプチドを入れて、でこれもこっちは PPT スコア、これも褥瘡の治療、はい、治癒のレベルを調べるものなんですけども、はい、とても良いとかなり良いの差がかなりありますよね。かなりね、はい、本当すごいありますけど、だから 75% がコラーゲンを取ったら70良かったよね、はい、でもまあ取ってない人だったら19、これプラセボ効果もあるんですけども、はい、ということなので、なるほど、まあ、これを見る限りはいいよねっていうことですね。で、あと実際にその面積ですね、はい、調べたものですね、これ結構16週間なので、はい、何日ですかね、112日、そうです、ね、はい、まあ、最初ゼロって書いてるところがスタートで、はい、112っていうのがまあ16週間後ですけども、はい、左側がまあプラセボのグラフで、右側がコラーゲンペプチド、はい、うん、でまあこれ見ていただいたらですね、はい、結構減ってますよ ね、 ね、傷の面積の今、はい、これ数字で言うとまあ1平方センチメートル、はいはいはい、ものすごい大きなあれではないんですけども、そうです、ね、まあ、腰というかアスタリスク2つついてるのは、うん、これ統計的に差がありますよと、はい、いうことなので、うん、一応この実験でも、はい、コラーゲンが、うん、コラーゲンペプチドが褥瘡に良かったよというような結果です。はいはいはい、
あ、でもね、本当に傷面積、まあ最初の傷面積、多少ね、そのコラーゲンペプチドを取られた方の方がちょっと広めな感じですけどね、うん、今、じゃあ取って100日後っていうのは減ってますもんね。減ってますよね、明らかに、ね。普通、はい、ね、そのプラセボだけの方よりは明らかに減ってるので、うん、そう見ると、やっぱり効いてるんだなっていう感じがしますよね。はい。はい、他にデータってもうこれ、そうですね、他に、まあ、これ今の、はい、ありがとうございます。一応日本語で書いてみました、はい、はい、ありがとうございます、はい、もう言わなくていいと思見たくなかった、はい、ごちゃ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 、ね、なかなかこれを読み切るのはしんどい話で、はい、本当に、はい、でもそもそも今データね、英語のデータもこの日本語の表分かりやすかったですけどね、はい、なぜコラーゲンペプチドがこの床ずれとかに効果があるのかなって思ったんですけど、難しい話ですけども、はい、まあ一言で言うと、はい、皮膚再生を助けましたっていうのが、まあ、その一言なんですけども、はいはい、ちょっともうちょっとだけ突っ込むとですね、はい、コラーゲンペプチド、はい、これ全部分解されずに、はい、20とか30とかね、皮膚へ直接行きますよ、うん、というですね、はい、で、まあ、もともとこの褥瘡の患者さんって、はい、状態良くないですね、でまあ、コラーゲンも古いのが残ったりとか ね、代謝が良くない状態で、まあ、コラーゲンペプチドがその皮膚のところへ行くとですね、はい、酵素が出るそうなんですね。なるほど、はい、でこの酵素って何かって言ったら、はい、古いコラーゲンを分解して、はい、ちゃんと作り直そうよみたいな、あ、それはもう元々体の中持ってる、はい、持ってるんですけども、このコラーゲンのサプリというか、はい、コラーゲンペプチドが刺激になってきたらそういうことが起こると、はい、でちょうどその表皮と真皮の間でそういうものがなんか出る、はい、でその結果今度古いコラーゲンが分解される、うんうん、でそしたらまあ表皮では新しい表皮細胞が生み出して表皮も再生する、はい、でコラーゲンはコラーゲン真皮でできるということで、うんうん、真皮でも表皮でもそのいわゆる代謝が良くなって、はい、両方再生されるというようなメカニズムです、うん、まあものすごく端折って言いましたけど、いやいやいや、はい、まあ、とにかくそのコラーゲンが肌に届くことで体の中の持っている酵素が動き出して、はい、肌再生するっていうのが、うん、ものすごく大雑把に言った、はい、でもなんか元々の持ってる力、体がね、その人の持ってる力っていうところにもこう作用してこう再生していくっていう感じじゃないですか。そうですかね、はい、まあ、ね、シミ取りのレーダーとかもそうですよ ね、 そうですよね、はい、全部そのターンオーバーを動かすので、ある何かの刺激がいい方向に動いて、はい、またこうね、はい、だからネジを巻いてまた動き出す、また動き出すっていう、はい、あ、すごい深いな、なるほどと思いました。コラーゲンの効果とかで他に研究されてることがあったんですか？はい、まあ、これもいくつかありますよね、はい、はい、最近ではかなりいろんなものがあって、はい、肌荒れとか乾燥肌とかシワ、うん、それから骨粗しょう症ですね、はい、骨密度の低下を抑えるとか、はい、まあ、膝関節の痛みとか痙攣とか変形を抑えるとか、はい、アスリートのアキレス腱を取得するとかですね、うん、今まあかなりいろんなところで、はい、そのまあコラーゲン出されてるメーカーさんがいろんなやっぱり研究されてて、うん、もうね、昨今やっぱりエビデンスっていうのがね、大切になってきているので、はい、できるだけそういうことを一生懸命やられてるんで、うん、でかつコラーゲンって結構ねマーケットが大きくて、そうですよね、はい、で知名度もあるので、はい、いろんな研究を行われてますね。そうか、いや、なんか新しい発想でしたね。床ずれ褥瘡で、はい、私の周りとかもやっぱりね、何かいいものあるかなっておっしゃられてるね、方々もちょっとお聞きしたりするので、コラーゲンって初めて聞いたことなんです。そうですね、はい、はい、ちょっと皆さんもね、あ、コラーゲンってそうなんや、床ずれにもいいんだみたいなことちょっとね思っていただけたら、一つのね、そうですね、まあ別に治療ではないんですけどね、そうなんですよね、そのやっぱり別に入院されてなくても、うん、そのでも、ね、そうですね、やっぱりこう寝てる時にそういうことが、ね、その手前とかの状態で、まあ、取ってあげることで少しでも、まあ、予防できたりとか、はい、そうですね、マシになったりという意味では一つの選択肢になるのかなと思いますね、はいはい、ちょっと新しい発見が私もありましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。コラーゲンが床ずれにいいって本当というテーマで今回はお送りさせていただきました。富本さん、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今回もご視聴いただきありがとうございました。
この動画を見て良かったなとか参考になったなと思われる方は、高評価やコメントの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。また知りたいテーマや、また疑問点とかね、後で湧いてこられたりしたら、コメント欄の方にお書きいただければお返事を差し上げますので、よろしくお願いします。はい、最後にぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。理系女の中川優子がお送りしました。ありがとうございました。